次はこちらです。お、次はイギリスですね。はい。こちらクロップマークで浮かび上がった知られざるイギリス古代遺跡ということですけど、クロップマークって何ですか？<laughs> <laughs> まあ今年ね、日本はすごく暑かったですね。もう四十度近くね。激熱でしたね。やっと穏やかな。日本だけじゃないんですね。うん。 結構、世界的にもね猛暑酷暑まあねあのイギリスもご多分に漏れずですねだったわけよ当然ながら猛暑なんで雨も降らないはいね、そうするとねあのイギリスなんかほとんど林がないじゃない森がないじゃないううんんなんかこう草原がガガーてある結構リード高いからねあのイギリスなんかね。 だからね草がねどん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 枯れちゃってるもう一つはイギリスというとねご存知ミステリーサークルそうですね今年も出てますよいいのがいいのが出てますよそろそろシーズン終わりですからね競い合ってるわけですね毎年あのゅうっていうのもう9月入ったでしょもうそろそろ終わりなんです麦を刈り取るから。 あそっかそっかシーズンがあるね。麦を刈っちゃう取っちゃうとうもうね。こう今今年も終わりかーって終わりなの。オフシーズンね <laughs> オフだオフ。<laughs> でミステリーサークルってこれ和製英語なんだよね。はい、和製英語って日本だけで通じる英語というか言葉で、あの海外ではこれクロップサークルっていうねクロップね麦畑のことね。 あ、そうなんですすね。ね。ククロップサークルなんでで、今回ねそのクロップクロップって言ってるのはその麦畑も含めて、はい、いろんなその草原のところになんかねマークが見えるとうんうん。マークが見える別にミステリーサークルじゃないんだよミステリーサークルじゃなくて色の濃淡うーん草の色の濃淡で、はい、円だったりとかはい、はい、なんかのこう。 構造だったり、<ー>幾何学的なね。模様がね。はいはい、まさに浮かび上がってきた。えー、浮かび上がってきた。はい、まあ、当然ながら、これはなぜかというと、その土の,の下ね、地面の下の構造がこうなってる、ね。うんうん、だから、あのー、土の,の下に、その石だとか、硬いものがあると、植物ってね、腫れないから。 そうですね植生もか変わるしさらには暑いからね枯れちゃう根が張れないから、はい、だからこういう模様がねすっげえ浮かび上がってる緑と濃淡ができてですねで当然ながらこれ人工物だから、うん、全部人工物だから調べたらね<ー>もう本当に遺跡へ<ー>もうすごい遺跡これもね古代だけじゃなくて本当に中世に至るまでもうローマ時代とかも含めてねすっごい遺跡がねもう手に取るように。 じゃ今年そのおかげで結構いっぱい見つかっちゃったってことですか考古、ね、学者とかね歴史学者の大喜びよ、はい、へえ。もうねすっごい大発見なのあ,<ー>あここにもそこにもどこにもみたいなそうなんですねそっかうっ、はい、そうとした森だとわかんないんですよねすよ草原だからこそなんですねで草原でもねこれでもねだから、ね、あの猛暑でね枯れてるからいい 一部ね。うん、これが雨降っちゃうと二三日でまた青々として分かんなくなっちゃう。その程度で分かんなくなっちゃうんですか。かすえー、そうなんですね。そうそうそうだから今年はねすごい。でもねもともとねそういう構造というか模様はね浮かび上がってるんで薄々。だいたい毎年。ただの皆さんで、ね、あれあれですよ。Google Earth であのイギリスのこの草原とか麦畑のとこここやってこう拡大していくと結構模様ある。あ 意外に毎年出て,はいる出てる出てるみたいな。へーということは日本でもあるんじゃないですか田んぼ多いから。田田んぼ <laughs> 田んぼぼ多いかからとだでもね<っ>今そういうふうな、ねあのー、Google Earth もそうだし、はい、もうドローンがあるからさそうです、ね、ドローン飛ばしてこう見たらこうね構造がこうあるとかね地上絵みたいなのが見えてくるっていうのが実は結構ある。へー 結構、ね発見されてるのよ。今回は結構、もう歴史的なのは掘り出し中って感じですかもう場所が特定できたからちょっと試掘すれば分かるでしょあとはゆっくりと。そうなんですね大体、模様でねいつの時代のものかとかね分かっちゃうよね。そうなんですかかこのの石作りと中世の庭園跡とかねそういうものが分かっちゃうと。 そうなんですねじゃあちょっとドローンはやっぱりそう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 今はもう必需品はいはいミステリー探しには欠かせないものになってきてますねはい昨日のテレビ番組もそうだよねすぐドローン飛ばしゃうんね飛ばす飛ばすやっぱり壮大な景色をだから無限も一台ぐらい持っててほしいよねんかねそうですよねあったほうがね UFO 観測とかさそうですね <laughs> そういう引きでね、ーちょっと動きないから<う>撮影しちゃう、新しい、まあ多分ね、あね、のー、来月あたりね、<laughs> 監督買うよ、新しいもの好きだからさ、UFO をね、を追いかけてもらうと、ドローンで追いかけちゃえばいいんですよね。 カ壁のつ,ついてるんだからそうですよね点に標準を合わせて動けみたいなプログラムとかできるんですかねそうそうそうさあ楽しくなっていいなあ楽しみですね楽しみ楽しみさあドローンが近々手に入ることを祈っております、はい